あの頃、俺はひたすらに迷い、焦り、自分自身に憤りと失望を感じていた。リン、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 リンさん。リン、それほどまでに眩しかったのだ。七組のみんなと学院の仲間たち、厳しくも温かい教官や先輩たちや、実習を通じて知り合った各地の人々、共に過ごした彼らとの青くみずみずしく全てが輝いていたような日々が。だがそれは一発の銃声とともに終わりを告げた。言わせるかよ。灯された火は瞬く間に燃え広がり、途方もなく大きな炎へと変化する。見事だ。ささやかで、そして何者にも代えがたい、これからも続くはずだった俺たちの時間。響け響け、とこしえに。夜のしじまを破り、すべてのものを美しき世界へ。大切だった何もかもを飲み込み、全てを灰と化してしまうかのように。俺の本分は C。 学院生クロウアームブラストはただのフェイクさ。その時の俺はまだ何も知らなかったのだ。
共にある喜びも別離の悲しみも、誰かを愛おしく思うことも、届くことのなかった思いと己の無力さに苛まれながら、ただひたすらに燃え盛る炎に抗い続けていた。俺は一体、確か今まで戦って夢？そんなわけないでしょ。ようやくお目覚めね、リーン・シュバルツァ。君は？あいにくだけど、これは夢なんかじゃない。過酷で冷酷で残酷な、嘘の偽りもない現実よ。グズグズしている暇はないわ。ケルンが傷ついたことで彼はしばらく動けない。まずは自分の身を守ることを考えなさい、ハイノライザのライザー。何を言ってるんだ。いや、説明してくれ。一体何がどうなっている。その巨大な人形は何だって言うんだ。そもそも君は一体説明するから落ち着きなさいっての。あんたは選ばれたのよ。古より伝わる大いなる力、その一端にね。大いなる力。そう、帝国の古い伝承の一つ、大いなる騎士の由来と。時に最悪を退けて人々を守り、時に全てを破壊し、彼はその一角、灰の鬼神と呼ばれるものよ。愛の騎士バリマール。そう、あんた、そして貴族派という青の騎士オルディーネ。あんたが訳がわからない。みんなどうして。クロー、はあ、私もすっかり騙されたもんだわ。まさかあのお調子者が青
の鬼神のライザーだったとはね。しかも相当乗りこなしてたし、これもおい、起きてくれ。俺の言葉が聞こえているんだろ。俺をトリスタに、みんなのところに返してくれ。今は無駄よ。言ったでしょ、あの戦闘でケルンが傷ついたって。おまけにこんなところまで飛んできて、完全に力を使い果たしちゃったの。初めての動機で消耗しきったあんたの回復を優先したみたいだし。ここは乗るティア州の北方、アイゼンガルド連邦の一角か。へえ、よくわかったわね。さすが山育ちなだけはあるじゃない。ってどこに行くのよ。どうやら一通りの装備をなくしてしまったみたいだな。魔獣の気配もある。気をつけて進んでいくとしよう。撃破する。行くぞ。行くぞ。タッ。マイ。タッ。俺の番だな。よし、これで大丈夫だ。
れから士官学院はみんなはどうなったんだ。ちょっと待ちなさいよ。とにかく急いで士官学院に戻らないと。このまま進んでいけば。ねえ、待ち、あんなところに彼を置いて、な、ひょっとして。別に、こちらの意思を無視して。あそこで離脱しなきゃ、下手すれば彼まで失うところだ。もういい。とにかく一刻も早くこのままお根伝いに降りていけば。あれからなんだって。バカなことを言うな。いい、それこそ、それはたかが一月わずかに残っていたマナ。ちなみにお礼を言われるならまだしも。そんな、あれから一ヶ月だって。それじゃあトリスタは。士官学院のみんなは一体。あ、ちょっと。で大丈夫だ。落ち着いた方がいいんじゃない。はあ、返事くらいしなさいよね。見ろ方、早く。
よし、これで大丈夫だ。ねえ、ねえってば。邪魔をするな。行くぞ。行くぞ。マイ、早くみんなのところへ戻らないと。せい、邪魔をするな。行くぞ。俺の番だな。タッ、行くぞ。セイ、俺の番だな。タッ、時間を取られた。先を急ごう。今更だが、君は一体何者だ。どうしてそこまで。まさか。私はいわゆるヘクセンブリード魔女、大いなる騎士とい、事実は小説な、信じ、こうして話までしている以上、要するにつまりはそういうことか。まだまだ新米だけどね。それとどちらかっていう、事情があるのはみんなうすうすさしていたけど、委員長が魔女、突拍子はないけどしっくりくる言葉ではあるな。ん？どうかしたの？いや、なんでもない。とにかく先に進もう。トア会長や他の生徒も無事だといいが、デートにいたエリゼ、皇女殿下やオリバルト殿下たちも、邪魔をするな。行くぞ。俺の番だな。タッ！
みんなのところへ戻らないと。やっぱり見覚えがある。以前ユン老師に連れてきても。それって確かあんたの剣の師匠っていう。ああ、ユン八王一刀流。この辺りは俺の故郷ユミル。なんとか日没まで。ああ、いい、到着したら。この地響きは、この気配、近づいてきているのか。時代の魔道の講師、どうしてこんなところに。生身で戦って。そうかもしれない。だがあんたね、そんなのは知った。ここを乗り切らないか。だったら行くぞ。俺の番だな。さあ、一気に行くぞ。参る。盛れ。レッツ。行くぞ。燃え盛れ。レッツ。マイ。燃え盛れ。レッツ。行くぞ。いないのか。くそ、あと少しで。もう下がりなさい。セリーヌ。
やらせるかよ。これってオーバルアーツ。くらえ、エクセックルサイド。とにかく無事で何よ、ええ、本当にリーンさんおけが。アルフィン殿下、それにリーン兄様。大丈夫ですか。この子はエリゼ。まさか今は喋らないでください。手当てをしたから。よかった。でも その時、薄れゆく意識の中で俺の脳裏には声が響いていた。鋼鉄のように重々しくも、どこか懐かしい呼び声が。それはまさしく俺を運命の螺旋へと誘っていたのだ。何時力を求めるか。
ここは。セリーヌか。それにやっぱり。温泉郷ゆまた少しぼんやりしている。何よ、寒いわね。って、あんた目を覚ましたんだ。ああ、ついさっきな。そちら。あ、まあね、ついつい二度寝しちゃったけど。エリゼ、そのおはようって、そろそろ昼になりそうだけど。アルフィン殿下、トバルさん、やっぱり夢なんか。もちろん現実ですわ。抱きしめたエリゼの感触が何よりの証拠じゃありませんか。もうまあ、目を覚まして何よりだ。どうだ、体の調子は。どこか痛むところはないか。お前さん、あれから一晩眠りっぱなしだったんだぜ。ええ、とりあえず大事はないみたいです。トバルさん、助けていただいてありがとうございました。あのアーツはなかなかいいタイミングだったわね。一応お礼を言っとくわ。どういたしまして。とにかくお嬢さん方を泣かせずに済んで何よりさ。トバルさん、父さん、母さんも。